中部運輸局によりますと、名古屋のタクシー最大手つばめ自動車は今年3月、初乗り 1.031 キロ450円を1キロ500円などとする運賃改定の申請を行いました。コロナ禍での乗客の減少や燃料価格の高騰、またキャッシュレス決済の導入で手数料の負担が増えたことなどが理由です。これに続いて複数のタクシー会社も値上げを申請したということです。運賃改定は対象エリアのタクシーのすべての車両のうち、改定を申請した会社の台数が7割を超えた場合、国が審査を行う決まりで、今回この条件を満たしていることから、今後審査を経て年内にも値上げされる見通しです。運賃改定は5年ぶりです。